高校が始まって一週間ほどが経った。じゃあよろしくお願いします。ねえダークフレイムマスター。ダークフレイムマスター。うるさい。さてこの少年も中学時代は見事なまでの中二病だった。自らをダークフレイムマスターと名乗り、決め台詞は闇の炎に抱かれて消えろ。恥ずかしい。うちの中学の連中が来ないような学校を選んだんだから、うん、最初が肝心だぞ。変に意識するな。スーッと馴染んでいけばいいんだ。富樫勇太だ。この腕の包帯は訳あって外せない。黒煙竜が暴れ出してしまうのでな。ああ、心が痛いよママ。あ、どこ見てるの？人が困ってるのに。ごめんごめん。あ、富樫くんのエッチ。やめろよ。富樫くんのエッチ。あ、やめろよ。エッチ。あ、やめて。やめて。やっと戻ってきたか。お兄ちゃんは？リッカちゃんのところ。あ、なになに、気になる？覗き行っちゃう？なんで、別に気にならないよ。どうして？思春期の男女だよ。このままじゃクズハのお兄ちゃん、あの泥棒猫に取られちゃう的なのないの？別に、もうそんなこと言ってるとパパに怒られるよ。さっきジャカルタに電話したら、おう、覗いてこい覗いてこいって言ってたもん。まったくこの夫婦は。目が共鳴している。知り合いか？いや知らん。あなたを見つけるために育成層の時を得てここに来た。なんか告ってるぞ、羨ましい。いやそういうんじゃないだろ。これそう、これは中二病だ。目がねえ。ここを通りたくば俺を倒して行け。ダークマターブレイズ。おお、なんの耐えたというのか。まさかこんなところに光のものが。避けてもらおうか。はあ、ちょっと。ほら。探索したが、不可視境界線に関する情報は皆無。残念。出てきたのは書物が一冊。はい。はい。あ、人間世界に毒されたか。申し訳ありません。ん？って俺がいけないのかよ。いけない。ダークフレームマスターはこんなの見ちゃダメ。俺の過去のことだ。ダークフレームマスターも闇の炎の使い手も。なぜかっこいいの？かっこよくない。言っとくぞ、俺はそういうのは全て卒業すると決めたの。綺麗さっぱり完璧に。本当に？ああ。じゃあついにレベル8の魔導士に。違う。我、蛇王神眼の波において汝を召喚する。汝の名は闇よりの殺戮者。その血、その肉、その骨、すべては姿はなく。おお。どんどん行くですよ。何そんな細工までしてんだ。誰？え？誰もいないぞ。いやいた。ユタ危ない。その手には乗らん。時にユタ、8という数字に込められた魔力は。その手にも乗らん。血。今明らかに血って言ったよな。お座り。お前さっき本気だって言っただろ。本気。終わったらランデブーポイント、枯葉の墓標へ。ビッカ。知らないぞそんなの。いや、似合ってますよ。ユータ。ん？
生きててよかったって思う日は必ず来るもんだな。そこまでか。私の蛇王心眼は全てを見通せる力がある。レベル7の魔導士の力を持つユータの情報はどこで聞いた。見ただけで過去と未来の全てを。どこで聞いた。ユータ痛い。ミョルニルハンマーそしてダークフレームマスターの力を合わせて、ちょっと待って。だから言うなって言ってんだろ。何をひそひそ話しているのですか、ダークフレームマスター。なぜ黙るのです、ダークフレームマスター。お前わざとだろ。何がです、ダークフレームマスター。ダークフレームマスター、開けろ、開けるんです。瀕死の状態から放った渾身のダークフレーム。言うな。ダークフレーム？大きな声では言えないが、ダークフレームはユータ最大の攻撃魔法。これによってユータは、何やってんの？ああ！いったった。いつ何時でも油断するなです、偽森様。森様言うな。上、おい、高梨さん。左、右、左。電車が。はい、ここで効果を投入。え？このタイミングで BA って何？魔力の補給用ドリンク、管理局が各所に密かに仕込んでいる。電車行っちまったじゃねえかよ。お前のか。管理局の妨害により帰宅が遅れてしまった。計画では15時に帰宅し、うん、お兄ちゃん、この人は上の高梨さんの妹だ。一緒に暮らすんだって。そうなんだ。なんだってこんなにあるんだよ。一人の荷物にしては多すぎないか。すべて大切なもの。この中全部ガラクタじゃないだろうな。頑張れ高梨。妄想も大概にしておけ。